男闇、お前は俺と同類だ。黒色支配、個性は黒に溶け込み、黒の中を自在に移動できる。俺とお前は宿命の存在。ほう、貴様も深淵の理解者。常しえの黒に住む。行こうか。うわ、予定通り石膏お願いします。常闇さん、落車の、あいよ。お互いの個性は大体知ってるけど、個性が伸びてたり新技を作られてるとわからん殺しさせられる。だからまず様子見って感じかね。様子見じゃねえ。行ってきます。ミラチュー、ハマクルさん、光を立って中高屈折ヘイチーズ。戻れダークシャドウ。ダークシャドウの中から黒色空間。お前は俺がうがつ。いいだろう。ホークスの下で編み出した技、黒の打点子で受けて立つ。これだけありゃ3億だ。はい、確保ね。遅いですって。職場体験ではひたすら彼を追いかけ、彼が収めた事件事故の後処理に終始。俺はなぜ声をかけられたのでしょう。鳥仲間。おふざけで。いや、2割本音、半分は1年 A 組の人から話を聞きたくて。 USJ 襲撃時の詳細を話している間、ふつふつと込み上げる悔しさ。俺は伝書鳩じゃないぞ。そしてインターン、彼は再び俺を受け入れた。侮るなよナンバー3。いや、ナンバー2ヒーロー。へえ。常闇くん、ちょっといい？今度は何を話せと。ホークス。俺が常闇くんを誘ったのは、鳥仲間が2、連合の話が聞きたいのが5、残りの3割はさ、常闇くんがもったいないことしてるなと思ったからなんだよね。飛べるやつは飛ぶべきだよ。地面に縛り付けられる必要なんてない。影の中を移動しています。これが俺のやり方さ。つまりあいつらが俺に追いつく術はないと思ったか。ダークシャドウ、黒の打天使。ホークス、感謝する。影の形を変えるまでさ、デビルビッセ。いましたわ、ハマクレさん。そこまでですわ。もう逃がさない。キノコ。剣道の方が上手だな。剣道の言ってた通りの子、キノコまみれにしちゃいの子。